バシリスクはイギリス海軍の駆逐艦 B 級ジョン・ブラウン社で建造1929年8月19日寄港1930年8月6日浸水1931年3月4日収益バシリスクは最初地中海の第4駆逐軍についで本国艦隊に所属しただが より近代的な駆逐艦が多数収益してきたことから、バシリスクは1939年には予備艦隊に編入された。第二次世界大戦が始まると現役に復帰し、第19駆逐軍に所属して、イギリス周辺での戦護衛やドーバー海峡の紹介などに従事した。1939年11月12日から13日にかけての夜、バシリスクは、 姉妹艦ブランチとともに、嫌い不接艦アドベンチャーを護衛した。この三隻は、少し前に、ドイツ軍によって不接されたテムズ川川口の嫌い原に入ってしまい、アドベンチャーが大破し、ブランチは沈没した。4月からは、ドイツ軍のノルウェー侵攻によって始まったノルウェーでの、作戦に従事した。ついで、1940年5月からは、ダンケルクからの撤退作戦に参加した。 6月1日、バシリスクは、ドイツ軍機の攻撃で大破し、駆逐艦、ホワイトホールによって処分された。ありがとうございます。